ハート・オブ・ダークネス・イン・ユース・ A ナラティブ・1902闇の多くはイギリスの小説家ジョゼフ・コンラットンの代表作西洋植民地主義の暗い側面を描写したこの小説は英国製印時代にコンゴ川で得た経験をもとに書かれ1899年に発表されたランダムハウス・モダン・ライブラリーが選んだ英語で書かれた20世紀の小説ベスト100に 選出されている。闇の奥というタイトルは、アフリカ奥地の闇でもあるが、人間の心の闇、西欧文明の闇をも含意していると考えられる。この作品の舞台であるコンゴ側一帯には、ベルギー国王レオポルド2世の私有地であった、コンゴ自由国が存在し、同地住民に対する過劣な搾取政策を取ったことで、欧州各国から避難されていた。ある日の夕暮れ、 船乗りのマーローが戦場で仲間たちに若い頃の体験を語り始める。マーローは各国を回った後、ロンドンに戻ってぶらぶらしていたが、未だ訪れたことのないアフリカに行くことを思い立ち、親戚のつてでフランスの貿易会社に入社した。ちょうど船長の一人が現地人に殺され、欠員ができたためだった。マーローは船で出発し、三十日以上かかって、 アフリカの出張所に着いた。そこでは黒人が造毛を持ち込んでくると、キワタクズやガラス玉などと交換していた。またマーローは鎖につながれた奴隷を見た。ここで10日ほど待つ間に奥地にいるクルツという代理人の噂を聞く。クルツは奥地から大量の造毛を送ってくる優秀な人物で将来は会社の幹部になるだろうということだった。マーローは 到着した対象と共に、200マイル先の中央、出張所を目指して出発し、ジャングルや草原、岩山などを通って、15日目に目的地に着いた。中央出張所の支配人から、上流にいるクルツが病気らしいと聞いた。蒸気船が故障しており、修理まで虚しく火を送る間に、再びクルツの噂を聞く。クルツは、造毛を乗せておく地から 中央出張所へ向かってきたが、荷物を助手に任せ、途中から一人だけ船で奥地に戻ってしまったという。マーローは、本部の指示に背いて一人で奥地へ向かう孤独な、白人の姿が目に浮かび、興味を抱いた。ようやく蒸気船が治り、マーローは支配人、使用人4人、現地の船員と共に川を底をしていった。クルツの居場所に近づいたとき、突然矢が、 雨のように降り注いできた。銃で汚染していたダッシュのもとへ長い槍が飛んできて腹を刺されたダッシュはやがて死んだ。奥地の出張所についてみると25歳のロシア人青年がいた。青年はクルツの崇拝者だった。青年からクルツが現地人から神のように思われていたこと、弟子とを引き連れて造芸を略奪していたことなどを聞き出した。一行は 病気のクルツを担架で運び出し、船に乗せた。やがてクルツは、ザ・ホラー、ザ・ホラーという言葉を残して生きえた。T.S. エリオットは、死、荒レ地の書行で、エピグラフに、闇の奥の一節ザ・ホラー、ザ・ホラーを引用していたが、エズラパウンドの助言により、別の文に差し替えた。死、うつろな人々では、ミスター・ガーツ、ヒーデッドの一節を引用している。村上春樹の、 羊をめぐる冒険、1984などに闇の奥の影響が指摘されている。オーソンウェルズはラジオドラマとして放送。また、映画初監督作として準備していたが、資金調達できなかった。1979年に映画監督、フランシス・フォード・コッポラによって、本案され、地獄の目視録として映画化された。ただし、 舞台背景はベトナム戦争に変更されている。この中にエリオットのうつろな人々の引用がある。1994年のテレビドラマ、マ・地獄の目視録は原作に沿った映像化である。監督はニコラス・ローグでマーロをティムロス・クルツをジョン・マルコビッチが演じ、原住民女性役でイマが出演した。 キングコングの原案にも大きく影響を与えたと言われており、2005年のリメイク版では登場人物の一人が本作を愛読している。また、2017年のキングコング、ドクロ島の巨神には、コンダットとマーローに由来した登場人物が出てくるほか、前述した地獄の目視力の影響を大きく受けている。滝沢清志法が、ハート・オブ・ダークネスのタイトルで劇画家。 月間モデルグラフィックス2000年9月号から2001年7月号まで連載された。舞台背景は第二次世界大戦末期のビルマに変更され、舞台ごと任務を放棄しジャングルの奥にこもる日本軍の大佐に関東軍の特務機関員が資格として送られるという筋書きに脚色されている。ジョゼフ・コンラッド、闇の奥。ありがとうございます。